はい、どうも、かずきです。で、やっと待ちに待った、ダイングライトヘルレードが実装されましたよ、と。で、できれば初見で行きたかったんですけど、ちょっともう、極めてしまいまして。まあ、こんな感じになってもうてるんですけど。まあ、これは、あれね。ヘルレードから、パランとかに持っていけますよ、っていう武器なんだけども。で、そう、極めちゃったんで、攻略していこうかなと。かなりスピードな攻略になっちゃうんですけど、死に物狂いでついてきてください。はい。インサートソウル。魂、捧げます。で、これね、これ頑張って、僕、こんな感じかなっていう雰囲気で翻訳したんやけども、全然違ってるっていうね。悲しいね。英語は難しい。うん。で、ここに入ると、所持品全部奪われます。なんか、これは、奪っといて欲しかったけど、まあ、所持品が全部奪われるんですね。DLC を何かをが奪われます。やけど、ここに入ってるんですね。こういう奴らが。で、スルトとこれだけ持っていけばいいかなと。ね。ちょっと、諸事情によりちょっと外しますけど、はい。なんとこのヘルレイドはね、素手が一番強い武器なんですよね、この素手が。なんでかもう戦ったらすぐにわかると思う。で、戻るときはこんな感じで。これをやれば戻れます。で、行きましょう。はい。ナイス飛び込み。あ、でもこの素手が一番強いっていうのは、そのレジェンド250で、素手、こんだけ振ってる人、限定やと思います。うん。で、この箱を絶対漁っていきましょう。ちょっと漁るとスルトになっちゃうから。ちゃう。はい。で、この素手がね、本当に強い。ほら。一発でこう失神するんだね。骨も折れちゃう。はい。で、このヘルレイドに大事なのは、このドッジね。もうどっちしながら殴ってもいいし、後ろに流りってね、下がりながらもできるんで、どっちを活用しましょう。箱も漁りましょう。いらんつ、まあ、武器がね、どれくらい弱いかっていうのを、ちょっと、見てください。遅いね、いちごシロップ。はい。で、ちょうどここに、あ、でもこれちょっと硬いんでね。ゴツゴツ言うてる、ここちょっと高いんだ。これ2回やらんと死にません、こいつは。あ、これ漁りましょうか。で、この袋からコインがゲットできます。はい、ありがとう。で、このナイフとかね、さっき取ったこういうやつ、後々重要になるんで、絶対に捨てないでください、使わないでください。で、秘密の部屋は省きます。はい。ちょっと武器がどんだけ弱いかを。お前ら死ぬな、死ぬな。武器やったらこう一発で死なんやつがおると。まあテイクダウンやけど。で、耐久度もあるから、できるだけ温存したいってなるんですよね。悪魔じゃない、悪夢とかやったら。なので、あ、秘密はいかないか。悪夢だとできるだけ温存したくなるから、結局素手なんですよ。拳が一番強い。21歳の頃言ってましたね。拳で抵抗するみたいなんで。僕もこの悪魔の地獄の軍勢に拳で抵抗していきたいと思います。こんな感じで。ね、拳強い。で、漁ってこのコインをね、いただきましょう。で、武器とか、まだ始めたばっかりって人はこうもらえるんでね。こういい武器がね、まあ捨てますけど。で、ドアが開いた。でも攻略法っていうか、ただひたすらに敵を倒していくだけ。この水に見えとるミッションをこなしていく、ひたすらこなしていく。敵を殺して拳で抵抗して。で、このマップで敵がどこにおるかっていうのが分かるんでね。いや、で、一匹おったらゴキブリみたいなのがおるんで、一匹おったらどんどん探していく、探してやってちゃってください。
リーチがね短いから、まあただ唯一無二の威力を持ってるんで、後ろで感覚をつけちゃうと回り込まれるので、もう壁に沿ってこんなところで戦っちゃうと詰められて死ぬっていうので、距離感ね、距離感は大事、人付き合いと一緒やね、距離感は大事よ。おい、やだ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 ね、地獄の軍勢、あいつはちょっと厄介、もう飛ばしてるもんね、あれをやめてね、やめないでね。まあここではあれだけが出てくるからね、何、まああとはこいつらボコボコするだけ、だ回り込まんかった、はい、頭を回り飛ばしてる、しこいこい、お前ちょっと来い、こっち来い、ちょっと来て、歩くの遅くない、歩くの遅いなお前、はい、何してんのお前、こいつほんま、でもめんどくさいぞ敵とやんのが、人はもうこうブラックリングやで落としちゃってくれても OK ですね、生きとるけどね、ちょっとあの時間稼ぎにはなるかなと思うね、このイチゴジャム食べると時間稼ぎぐらいにはなると思うんで頑張ってみてください。きたね、仕上がるこいつ、そらなんでそれ、このねポーションを取っていきましょう、絶対に10個以上は確保しましょう、あなんかいらんな、これはね、あの爆弾なんでね、使いたいなーって時に、ガスボンベと一緒かな、武器で殴ったらプスーってなって後で爆発するっていうタイプの爆弾です。どこが開いたん、ここ、よし、じゃあ結んで、でスピード攻略でね、アイポーション取って箱あさって、絶対に箱あさろう、何回言うねんぐらい言います、はい、あ武器いらんねん、拳いらんねん、でここはもうレバー探しちゃってください、どこかな、あ箱あさってね、これレバーは多分この枠内のどこかにありますよってね、大雑把すぎへんって言う、OK、はい、薄い手でレバーどこかな、知らない、レバー知らない、何してんの、でレバーはどこだ、あーあったな、レバーはどこかな、から、あーあったあった、こんなとこに来たねーなー、これ入った時に見えへんっていうね、こんなとこにで、緑が来るんで、緑が来るんで、でも体力ものすごいギリギリやけど、95くらいまで回復するんでね、焦らずに頑張りましょう、はい、第一ボス拷問官、ちなみにこれ使ってためアタックすると一撃で倒せるっぽいです、ちょっとやるね、はい、ぜひやってみてください、このヘルレイドランクを最大まで上げて、最後まで3、4周かな、敵殺しまくって3、4周ぐらいすれば普通にマックスになるんで頑張ってください、知らん間になります、はい、イチゴジャムを食べて
で、レバー引いて、このレンガをね、クラビスストーンのかけらを3つ集めます。で、あ、次あっち行くから。で、最後はあれかな、違うな、真下かな、この。で、2個目が開きましたと。ベータ版ではここまでやったかな。ベータ版ではここまでやったけど、もうこれ製品版なんだね。まあ、7月20日モンター数字弾ちゃうんけってちょっと思ったんですけど、まあ何か事情があるんでしょう。こいつね、こいつ飛ばしてくるね、こんな感じで。で、余裕ぶっ壊したら死ぬんで飛びます。この人ね、このおばさん、あの旧市街とかね、旧市街でよく見るおばさんかな、この人です。悪い顔してる。二度攻撃早いよ、無駄なことかもしれない。ひたすら敵を倒す、ひたすら敵を倒す、ひたすら拳で抵抗する、拳で抵抗する、こういう感じ。はい、難易度普通なんでね、悪夢になっちゃうとあのちょっと変わります。いや、悪夢でも拳で一発いけるけど、あ、とりあえずジャンプ、あの火ダメとかがちょっと変わってくるんで。来たな、はい、この人、あ、この人ちょっと素手で戦っとこうか。できれば武器の方がいいけどね、まあそのスタイル武器がないんで素手で戦います。基本的にこんな感じで、くる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 回って、くるくるくる回って、やられるってなったら、やられるってなったらどっち、はい、くるくる回る、はい、こんな感じね。あ、イヤホンが取れる、あ、来た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 、抵抗する抵抗する、そちら抵抗する、こっちから仕掛けていく、お前は諦めの悪いやつだ、バンバンやっていく、あなたの当たったな、ちょっと痛いね、当たる、あんまこのためは意味ないかなと思う。はい、もうちょっとね、太っ腹なんですよね、見た通りコインを結構くれるんで、まあ倒さんとね先に進めないので倒してみてくださいっていうあれはないんやけど、倒すしかないんやけど、はいはい、あ、ちょっとまずいな、ライナーは戦うんじゃ、ラピとかつけられないんだよね、懐中電灯、なんで懐中電灯つけられない、これ持っていった、トラムよ、はい、敵を全滅させるが終わったんで、で、ここは確かいちごジャムが2個あんのかな、あっつ、やば、はい、これ、あ、箱あさってね、錆びたナイフも使えるんで、これ上乗るとダメージ食らうんで気をつけましょう。はい、いいな、いいな、いいな、あ、やばい、あれね、爆発するんでね、これね、炎症効果があるんでね、はい、フラスコ、これね、気をつけましょう。すぐにどっちで下がる、え、これ投げるだけで爆発するんだよ、ほんまは。今ちょっとなんかバグったけど、投げるだけで爆発するんで、早くイチゴジャム探せやってね、はい、こっちです、箱あさってね、箱あさりましょう。箱を漁りましょう。はい。ね。もう21個もあるのか。いいね。21個もあれば使っていいかな。3個ぐらい。で、こっちかな。はい。で、中間が終了ね。2層目の。はい。あ、いらないんですよ。あ、間違えた。いらないんですよ。
で、ポーション取って箱を漁って。ね。いいね。治療薬が2個もある。ちょっとあの、箱の使い方が贅沢だけどね。あんなでっかいのに。はい。こっちに行きます。スタンバってますね。うん、悪い顔してる。で、箱を漁りましょう。箱を漁って、箱を漁りましょう。この酸性フラスコは絶対に最後で使う。絶対に使う。で、それを刺する。と、アコが上がって、町に行きたいんだけど、ここに遠距離が出てくるから、そこで倒す。そこで倒す。で、こっちに進まずに、ここで待つ。ここでちょっと待とう。で、安全を確認したら進む。ね、これがおるから。はい、もう中でもこういうのを倒していく。ひたすら倒す。拳で抵抗する。さっきからちょっと同じことしか言ってない。同じことしか言ってない。このヘルエイドは同じことの繰り返しなんだよ。ちょっと飲もうか。で、あ、このいいとこになった。レバーを引いて、いちごジャムを。と、封印が解かれて扉が開きます。なかなかいいテクノロジーで、こっちはもう進もう。進んで、で、こう色、ここ広いからいろんなとこから来るんで、交代しながら戦った方がいいかなと思います。してくれるんだね、いかんでも。いかんでも。一つ、刺してください、相手来るんだよ。ね、今、煽ってたでしょ、今。ちょっと振るな、それは。おー、いいね。俺の方も一緒になるわけやな。はい。はい。一枚どころかね。前も、その前も。はい。はい。皮も筋肉もついてるからね、こっちは。ここはマップを確認しつつね。はい。あ、落ちる落ちる。で、まあ余裕があれば、いちごジャム食べてもいいんじゃないかなと思います。ちなみにこれやっても敵全部倒さんとドアが開かないんで、絶対しましょう。時間制っていうのかな、時間制っていうか、ターン制なのかな。こいつらを倒したらこいつらが出てくるんですね。じゃあ今こいつらの番です。うい。ね、爆弾ね。使わない。落としやない。ちょっと待て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 。ごめん。降りてこいよ。いいよ。これもね、面倒くさかったら上から、この上からバッて落としてくるからね。何でそんな叫ぶの？治療薬持ってたの？カウンターが痛いなぁ。すぐに見てえな。あ、マップ見てなかった。はい、はい、はい。ちょっとこの重装になってくると、ちょっと3発ぐらい拳入れなあかんのかな。君は2発ぐらいかな。うん。背高いやつがおるからね。お前も2発ぐらいかな。うん。ちょっとあれ、かすめ。かかる。で、このポータルが出てくる。こっから出てくるんですね。いろんなやつが。ならず者どもが出てくるんですね。で、リス狩りをしましょう。出てこんな。かませんやな。下に出てきとる。こいつね。こいつはもう最優先で倒す。火を撃ってくるから、ね、遠距離でこう攻撃してくるから。こいつね。で、こいつ遠距離で攻撃するから、こっちも遠距離投擲を使っても OK。 ちなみに遮蔽物があれば火を防ぎます。火を防ぎます。あ、ちゃうこにあった。
こうね、遮蔽物を使って火を防ぐことができる。で、イカンでも近寄ってきてくれるからね、こうやって。で、こうバッと。近寄ってくる。はい、戻ります。ああ。で、こう。全然当たんねえけど。で、ヒルンが届くのね。で、あっこにおるね。意味ないやろ、聞こえてないやろ。グイいるね。3発か。はい。で、2発か。でも倒しても倒しても出てくるからね。倒しても箱あさりましょう。箱を漁りましょう。まあ、あれ箱を探しましょう。コードもねあるんでね。はい、なんでそんなもんを入れてんやっていうツッコミは置いといてね。ニアスくんね。はい、ポータルが閉じました。先に進みます。近寄っとったら見えない壁に当たるわ。あー違うね。はい、治療薬薬87。はいはいはい、これはね取っていってもいいかなと思います。どっから来たっけ、こっちやっけ。まあ、この白丸のとこに行けばいいのかな。はい、2回総目終了。もうとにかく敵を倒して倒して倒しましょう。で、いちごジャムを食べて食べてたらぐらいかな。箱を開けて開けまくる。ナイフ投げて投げまくるとかね、そういうゲームです。これはダイイングライトとは全く違うね。うぅ、そうそうそう、あれおるから気をつけて。開けるときは多分引き付けてから開けた方がいいかなと。87円、美味しい。で、箱を開けます。ここ結構箱ありますから。はい、違うね、あかんなこれ。はい、違うな。はい、酸性フラスコは当たりです。後でわかります。はい、地獄の炎のエリアですね。はい、で、これもまた同じようにしっかりして抵抗して抵抗しまくる。まあ武器の方が楽って感じる人もガンガンいるかな。あ、おい、戦う場所を間違えちゃうところに、まあ、追い詰めます。戦う場所と間合いを間違えると追い込まれちゃう。このヘルレイドやめたいな、ね、飛ばされた、飛ばされたら殴れる。増えて待つ。すごいな。ヘルレイドの足軽みたいなポーションはもうできるだけ95になってからですか。それが95になったら使って、ぜひ開けても違うかもしれないけど。危ない、ちょっと不利かな。お願いします。これ落ちたら死ぬんで一発では死なないけど、もう基本死ぬと思って。うぅ、危ない。来たね。おっと、ファイヤーが来た。
隠れます。落ちてくれるんですね。ちなみにファイヤーはこの敵に当てることもできます。こんな感じでね、受けてくれます敵が。疲れで、敵はまだおるんだね。はい、で箱は漁ります。箱は漁ります。箱は漁ります。あ、なんか持ってるし。最優先、最優先っていうか、できるだけ早く倒す。炎のおばちゃんを気にしつつ骸骨殴っても全然いいし、とりあえずおるってことを忘れない。爆発か。でちょっと食べましょうかね。ケチゴちゃんもちょっと余裕がある。あ、余裕があるっていうか、もう終わりかこれ。あとはこの番人を倒せば、この人ね、この人守ってるんで、ちょっと来て、ちょっと落としてみましょう。ここに敵を落とすと、アチーブメントが解放されます。実績のね。はい、こんな感じで死ぬんで絶対落ちないでください。なんか骨の足音聞こえるな。なんか赤いの俺のマップ、これ2発くんや。うん、音声ありでやってくださいね。足音重要なんでね。あ、おばちゃん、あ、大丈夫。おばちゃん死んだな。ラッキー。ちなみに落下でスケルトン50体やると、実績のロックが解除されます。はい、スチームマンです。はい、でアイタンで進みます。何段飛びよこれ、階段。死ぬぞ。おい、食べてないよね。はい、酸素フラスコ薬 OK。 13もあれば大丈夫かな。はい、30分以内にクリアするとね、実績のロックが解除。これ何回言うねん、実績のロックが解除される。まあ別に早くクリアしたからって、アラン刑務所みたいな特典はじっくり時間かけてもいいし、まあかけるべきなのかな。でこれを取ったので、まあとりあえず先にね、はい、もらえるもん持っときましょう。で不安な人はね、これをあっちに持って行ったりとか使ったりできるんで。はい、錆びたナイフ多いな。フラスコない、ありがとう。で一通り取ったらはめていきます。これね、五円玉をね作っていきます。はいはい。でお宝がもらえると思いきや、こう戦闘が始まって、でこう始まって、こっちにすぐに慌てね、角待ちでできるだけ減らす。で遠距離がこっちになるね。でここでこのちょっとごめん、でここでこの爆発や、とりあえず爆発でも何でもいいからプラスこう投げる。でこう足止めをする、足止めをする間に投げて倒す。最後の一匹はちょっと残した方がこう漁りたいからね。また倒すとすぐ始まるんですね。ちょっと遅れたね、遅れた、だいぶ。どこ、あ、こ、やっべえ、やっべえぞ。
やっていきます。ちょっとね、時間も出るね。まあ、こうなった時はこうね、こうなった時はもうこうで、酸性フラスコに変えて走り回る、走り回って遠距離のところに来たところで投げる。で、足止めをした時に一体でも味方を倒す、こうなっちゃうとこうなります。よくなるとこうなります。よくなるとこうなって無駄にこう投げないといけない。あ、通れない、死んだ。欲張らずにね、落ち着いてやりましょう。落ち着いてやりましょう。こう殺されたから怒りに出してやらずにやりましょう。こいつは2体もできてるけど戦い方は変わりません。もうなるってなるね。ヒットアンドアウェイ、ヒットアンドアウェイ、ヒットアンドアウェイ。振りかぶるやつがあれば、振りかぶった時によければ、振りかぶらんとやってくるんですね。はい、ちょうどいい。吸った、ほらやしゃろ。武器があれば、敵の武器があれば拾って投げてもいいかなと。この時はね、分かるね、限ってない。あーと、これね、これをひたすら投げるっていうのもありかな。ただこう武器があるとこリーチが長いから、武器の方が早く倒せたりするかもしれません。でもこれ用ないですね。で、次どこかな、あっちかな。またこの出てきたもん。とりあえず倒せるだけマジで倒す。で、何距離かこいつらに防ぐ、こいつらに防いでくれ、防いで。でもちょっとここはやばい。回復が増えていこう。はい、来たよ来たよ来たよ。力投げる、1体でいいから倒す、進みながら倒していこう。チャンスは何回でも。あのおばちゃん通して、おばちゃんはあのナイフで倒すから。1体だけが、1体だけなら大丈夫、1体だけなら大丈夫。ちょっとヘルスがやばいけど、なんでこんなに落ちてんの。でナイフを変えて、おばちゃんね、あんな感じで固まられるとやっぱこういうこういうの使えたみたい。お前が投げてるからこっちが投げるぞっていう精神で、ヘルス減ってない。この戦法あかんじゃん。やっぱこういう時は酸性がいっちゃうんや。酸性でこう足止めして、お前はなんでそう邪魔をするので、おばちゃん死んだんで、あとは近距離で大丈夫、攻略として生きてちょっと好きやから。で、おっさんだらけですね。あのほんまはちゃんとバーって戻って、あの開いた時にここで待っとかんといかんねんけどね。ちなみにこれあのマルチではちょっと分かりません。ソロでの攻略を前提としてますよ、ね。まあこれはさっきと狭いところ、広いところ、広いところ、伸び伸びと戦おう。振りかぶってくれんか、振りかぶってくれんか。殴りながらどうしよう。食らうとちょっと倒れちゃう。
できるだけこっちにしてこうか。余裕あるんでね。最後はだよ、キャって思ったら使ってみる。で、空いてないところはどこかな。次どこかな、ここかな。よし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 、これは予定通りだ。進みすぎる。おばはん来た、おばはん来たらもうこれ、おばはん来たらこれ抵抗して、ね、この毒のダメージ結構食らってるから、おばちゃんもすんなり死んでくれるかな。と遊んでる間にこうね、こっち行ってアサリに行くもよし。違うね、違うね。でね、こうチャリチャリチャリっていうこのなんかね、バイク乗ってそうなヤンキーが歩いたらね、あのバイク乗ってそうな人が歩いたらよう鳴らす、チャリチャリチャリが聞こえたら近くまで聞こえてる、聞こえてる近くまで迫っとる。ガードがないってことですよ。ああ、そうそうそう。当たってるうちに武器を回収しよう。もうね、普通モードとかやとセンスを使えば、センスを使えば武器がどこにあるかが分かるわ。これ便利や。なんで悪夢やないや。結構食らうよねこれ。どういう起動してる。で、まあ武器こんだけ投げるだけでも結構食らっちゃうね。で、あー、いいね。武器をもらっていって、で、今までの武器を全部、全身全然投げてます。あ、なるほど。今の当たった？結構疲れてきたら、武器回収してもよし。
方に当てる感じでいきたい。走ってこい、走れ。走れよ。ここで走るのかよ。ちなみにこれで殴ると絶対ひるみます。こんな感じでひるみます。疲れろよ、早く。いつまで走っとんねん、お前。何やねん、それ。そんなんできんの？そんなんできんの？そんなんしてなかったけどね。さっき、普通に行ったとき。できるだけ持ってきた武器は使いたくないので、ちょっと待ってね。武器を探します。武器。もうちょっとないか。もうちょっとない。あ、もういけそう。つか越えた。あ、これでいけそう。はい、いけました。これはおまけね。で、ミノタウロスも漁りましょう。ね、いいゴミをくれますんでね。こっちかな。こうこのね、このお弁当をね、漁っていくのもいいかなと思います。今さらいらんわっていうあれがあるんやけれども、箱もね、もう今さらいらないけど。はい、で、ここが宝物庫ね。宝物庫漁りましょう。さあ、何があるかな ?85 円、90円、75円、79円、96円というね。この労働の対価に見合わない報酬でございました。なかなかね、渋い報酬やけれども。もらえるんでね、こういうスルトとか。いや、お前じゃなくて、このスルトとか。スルトにして、うん。これね、両手武器です。非常に使いにくい両手武器です。こっちの方がいいかな。これドンキでね、殴ると気絶させれるの。うい。で、出て行って、終了。で、このリザルトが表示されるわけですね。41分。ちょっとスピードではなかったね。うい。以上ですね。はい、じゃあ以上で、スピードをかっこはてな攻略を終わります。そしてありがとうございました。I'm not a